先日めちゃめちゃ久々にポケモンパンを食べてシールを開けてみたところ、サルノリというポケモンが出ました。誰がサルじゃポケ。はい、どうも、キタスラチャンネルです。キタスラチャンネルです。はい、2回言っていくということで、今回は ST ファンダイク、皆さんご存知でしょうか。ということで、セカンドトップのところにファンダイクを置くと、めちゃめちゃせれて体が強く、そして意外にもこねれちゃうというね、素晴らしいことを発見してしまいました。ということで、今回の企画、それはセカンドトップにファンダイクを置いて無双してみたということで、皆様にバチコリとファンダイクの恐ろしさを見せていこうと思います。ということで、試合へレッツゴー。はい、マッチングしていく。クリバリがね、絶不調だね。これはね、良くないね。いかんせん、ダイクがセカンドトップに置いてるから、そうだね、会話グスタボっていうことで、こっからサイドにカルバハル置いての、まあ、こんな感じでね、まずは行こうかなと。チャロフ後半から出したいけど、まあいいかっていう感じで、まあやっていきましょう。まあ今回はどんな理想で決めたいかっていうと、まあもちろん、ファンダイクのうまい具合の競りも見せたいところなんだけど、やっぱり一番は、まあ持ち前のファンダイクの、まあ、強さと、まあやっぱその得点だね。まあ、ファンダイクの得点をね、皆様に見せることによって、ファンダイクやばすぎでしょ、マジで。これ使うしかないやつじゃんみたいな感じの気持ちを皆様に持たせて、まあ、バチコリとファンダイクを活躍させていきたいと思います。はい。ここ、奪って、ちゃんと。ね。ルイス？お、やばいって！オプネー。いや、そこでダイレクトでシュート打つのは、もう絶妙なね、センスだね、相手。そのセンスのおかげで救われた、ということで。じゃあどれだけこのセンスがいいのかっていうと、まあ、カビゴンに笛を吹かないで、めちゃめちゃ何進むボタンを連打しまくって、全然進めないって言ってる子供みたいに可愛い。うん、以上。ここ重要。いやー、いける。よしよし。わ、見ましたか今の。ファンダイクが強すぎて相手もファールをしてしまうというね。これはもうね、画期的すぎる。めちゃめちゃいい位置じゃん。これもファンダイクで決めるしかないでしょ。まあ、いけるっしょ。よしよしよし、狙いを定めて。近い、近すぎる。あのね、近いよ。なんだろうな、俺の、中学ん時の、教師かってぐらい来た。え、やばい、入った、イエーイ、決めちゃったんだけど、どうする。いや、バチコリと車乗っていく。ひたすらパフォーマンスをここで見せていくっていうことで、ファンダイクセカンドトップはもうバチコリハマるわけですよ。皆様見ていただけないでしょうか。もうね、ネタとかじゃなくてガチで強いです、これ。本当に皆さん使ってみてください。はい、もう最高潮にね、俺の気分が爆上がりしてきた。俺は見て、相手もうね、めんどくせえ、やりたくねえよこんなゲームって言いながらね、もう一生懸命ね、タスク切るか切らないかね、なんか一生懸命、なんかね、向こう試合どうやってやるんだっつってね、多分ね、めちゃめちゃ試行錯誤してたね。ほら、もう重いもん。ほら、やばいって相手、もうそれ犯罪だよ。ねえ、それさ、俺が通報するかしないかによって、お前のな、ウィーレの将来のな、なんか夢変わるぞ、お前。気持ちいいわ、これ。もうなんて言ったら、2点目をね、まあ追い打ちをかけるかのようにね、もうね、本当に楽しい。ウィーレってこんな楽しいゲームだったの？え？ウィーレ楽しすぎでしょ。え、神ゲーじゃん。え、もっと、なんで前からやってこなかったんだろう。なんでだろう、2017からやってるけど、もっと前からやりたかった。もう2014ぐらいから始めたかった、このゲーム。いやー、なんかもう本当あれだね、気持ちよすぎて。何の話してたっけ。ちなみに何の話をしてたか忘れたっていうね。いやー、惜しいね、これ。ラボーナトラップ。ラボーナ天使か。ラボーナ天使ね。これ結構ね、ワンテンポ次のね、動きが早いから、これがっちり、おすすめ。がっちりおすすめです。この根幹入らないでいく。何の話をしてたか忘れちゃったんだけど、まあいいわ、そこは。そこはいいんだけど、いやーね、なんだろうね。いや、普通にセカンドトップファンダイクは意外とハマるかもしれないっていう。これガチで強えぞ。皆さん使ってみてください、本当に。一度でいいんで。はい。先っぽだけでいいんで、使っていただけると幸いです。ここは？うわー、ここなんか重くね？なんかさ、いや、今のは多分ね、なんか回線の問題かな？うん。普通になんか、
止まった。たまに時止めするんだよな。時止めされるんだよな。うん、なんかたまにね、時止め起きてね、なんかあの本当にそういう企画じゃないからやめてくれっていうね、あの言いたいところなんだけど、まあそういう現実もいかんせん止められないということでね、まあ、やっぱもうちょっとなんだろう、そういう回線をまあ良くしてほしいんだけど、携帯のスペックが悪いんか、その家の回線が悪いんかわかんないけど、いや俺悪くないと思うんだけどね。まあ、そこはね、まあ本当に通信ゲームだから、まああまり文句は言えないんだよね。しょうがないことだからということで。はい。まあここからね、3点目をもぎ取りに行きたいと思っております。3点目を取ることにより、もう相手に対して、もうオーバーキルできることで、切断というね、まあ2文字をね、まあ相手にさせることができるので、ここもスルーパスで繋げちゃうよと、いやー、取られていく。いや、その前にファウルあったやん。なんでよ、もう相手のファウルじゃん。もうそれじゃ意味ないって。前半終了していく。選手交代はね、まあいいや、とりあえずは。でもやっぱりなんか、あれ？おっとっと。っていうことで、相手からのギブをもらってしまうほど、ST ファンダイク強かったです。ということで、尺が短いので、ファンダイクの強い衆を今から乗せますので、どうぞ。はい、このお相手はアリちゃんさんというお方で、はい、配信にお邪魔して試合した時の映像ですね。この方はパス落ち着いて回してポゼッションがすごい上手かったですね。よかったらツイッターのフォローお願いしますということで。で、次のお方がコスタスさんですね。このお方も普通にポゼッションが上手くて、まあやっぱり配信者はみんな上手いなっていう印象があったかな、俺は。なんかすげえ上からだねっていうね。まあ、まあそんなことはいいんだよ。ここね、すげえ惜しかったんだよな。ほら、見て、ダイクで決めそうになるっていうこのシーンを。次、ダイク、次強いと思うんだよね。で、この映像からは、まあ我がね、俺が入ってる同盟の、まあリーダーですね、と。はい、名前はあえてちょっと控えさせていただきますけど、まあ彼はね、言わずともがなね、まあね、パス、ワンパーポゼ、もうすべてがね、まあね、平均以上にね、凄まじいね、レベルの高さを誇るね、プレイヤーですね。まあやっぱそれだけもあってね、リーダーをね、しておりますということで。まあね、ファンダイクのね、まあドリブルね、結構してるんですけど、まあ結構上手いよね、やっぱり。ファンダイク俺すげえ上手く使えてるなと思ってるもん、自分で。ほら見てくださいよ。ほら。ほらほらほら。これよ、これ。これね、素晴らしいよ。全員一応配信してる時に試合してる映像なんで、まあ相手目線での俺のプレイなんだけど、まあこんな感じでファンダイクすげえ結構いい。はい、ということで、FP ファンダイクの使用感動画どうでしたでしょうか、ということで。まあやっぱり個人的には ST セカンドトップで置くのも全然ありなのかなと思っております。なんせドリブルも普通にまあまあまだできますし、あとはジェコみたいに後ろの選手を受けながら、競りながら、こう、ボールもキープもできるし、で、シュートも普通にさっきの動画通り入るんで、まあ個人的には全然ネタ抜きで、まあいいんじゃないかなと思うんで、まあぜひ皆さん騙されたと思って、一度だけファンダイクね、セカンドトップで使ってみてください。ってことでね、今回の動画は、まあね、これで終わりたいと思います。なんで、ごめんなさい、終わるやボケ。じゃあ皆さん、また来週。